佐賀競馬のレース展望番組、佐賀競馬パッカル情報局第234回10月4日日曜日レース展望。こんにちは、進行の尾木里奈です。そして今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんです。今村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ今週からナイターが開催となりました。そうですね。ね<ー>まあ楽しみは増えましたけどね。そうですよね。<laughs> はい、なんか今村さんのこう生活で変わることっていうのはあるんですか。まあ特別変わりはないですけど、その馬の ね、レースによ、あのレースによって馬の、で、走り方っていうか、あ<ー>まあ。暗くなる時点で走ったレースをしたことない馬が、やっぱり多くなりますからね。あそこそこまあ、状況ではもちろん暗いレース、うんうん、暗い実機、じ、時間にね、ねはい、乗ってるんですけど。まあ、それとまたレースは違うと思いますね。はい。どんなふうな展開になっていくのかっていうのも。楽しみ。楽しみですね。まあ、それと、あと、はい、まあ、夜に、ちょっと遅めになった分。はい。 あの仕事終わりにね<あ>来てくださるお客さんもいるんじゃないかな、ね、そ,うそういった方が増えてね思いたいですねパ、ねはい、ッカル情報局も見ていただいて、ね、チェックして楽しむと、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います,たいす私たちも頑張って参りますよろしくお願いいたします,しますそれでは解説をご覧間違った解説の前にご覧の皆さんに大切なお知らせです 佐賀競馬場において勝ち馬投票券の発売払い戻しを再開しトゥルートスおよび J プレイストスでの発売払い戻しも再開しました佐賀競馬場では場内の滞留者数を3000名までに制限いたしますまた J プレイストスでの発売は原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで発売します場内でのレース映像の放映やオッズ情報などの提供は行いませんのであらかじめご了承ください またホトメキナイター開催中は有料指定席の利用開始時間が午後1時からに変更になります。またご来場されるお客様へお願いです。体調不良時のご来場は自粛をお願いいたします。マスクを着用されない方または体温が三十七点五度以上ある方はご入場いただけません。手洗い手指の消毒にご協力ください。 場内では大声を出さず人と人との間隔を空けてください各場外発売所には入場者数の制限がございますご来場の際は厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリココアインストールにご協力くださいその他施設の利用方法につきましては場内の張り紙係員の指示に従っていただきますようよろしくお願いいたします続いて 地方競馬の払い戻し有効期限についてですご覧の期間に購入または有効期限を迎える勝ち馬投票券に関しては全ての地方競馬場で発売払い戻し業務が再開してから60日後といたしますただし7月11日以降の購入分は購入日から60日後までとなります JRA のカチュマ投票券に関してはご覧の期間に発売されたカチュマ投票券は払い戻し有効期限が一律11月14日までとなっています詳細につきましては JRA の公式サイトをご覧くださいそれでは解説に参ります今回のほとめきナイターの展望レースはこちらです第234回10月4日日曜日の展望は第7レース中州特別 B の2組と ナイター開催となり午後9時前まで楽しめるようになった佐賀競馬の最終競争第12レースの長崎街道堺原宿特選 C1 の1組の2レースをお送りしますまずは展望レースその1です第7レース中州特別 B の2組の出走メンバーです距離ダート1 8 0 0ル、午後6時発走サラブレット系3歳以上10頭立てとなっていますでは。 今村さんの注目場はこちらとなっていますすす、はい、お願いします、はいえー、4番のゲットワイルドです、ねまあ一回戦休み明けですけども、まあ、中間もね、えー、特別変わりなく順調に乗り込めてましたしね、まあ、活気も十分ありましたからね、えー、まだまだやれるんじゃないかなっていうところで、えーまあ、中心に推したところなんですけども、まあ、それから9番の MT フラッシュなんですけど、まあ、今回中央からの移籍初戦でね うんまあ、どこまでやれるかっていう感じなんですけども、まあ、距離はね長い距離疲れてきた馬なんで、まあ、十分こなせると思いますし、まあ、ダートの経験もありますからね。まあ 実績的にはね、十分女優争いに食い込める力を持ってると思います。まあ、それから3番の侍魂ですね。まあ、前走え移、ー、籍初戦でね。まあ、3着とまあ、もう一歩っていう感じでしたけどもちょっとね。展開が向いた感じもありましたからまあ、それを考えるとまあ、今回もどこまで詰めれるかなっていう感じだとは思いますね。まあ、それからえ8番のサンライズタキオンまあ、前走。 まあ2着とね内容も良かったですしまあ寒くなってきてねえ状態も上向きですからまあ今回もね上位争いの一角になるんじゃないかとは思いいまますけどねありがとうございましたちょっと私が気になっているのが今村さん挙げていらっしゃらないんですが移籍初戦のえ6号馬。 ラビソントなんですが、こちらはコーチからの移籍初戦ということになるんすね。そうですね。まあ直前勝ってね、えー、まあ内容は良かったみたいですけども、ねはい、ただちょっとクラス的にこの佐賀の B 級で通用するかどうかっていう力関係がですね、まあ微妙なところじゃないかなっていうところと距離をね長いところ使ってないんですよね。なるほど、そうですね。うん、まあそのあたりがね、えー、まあちょっと気になるところではあるんですけどもね。うんうんうん どんな走りをするのか、こちらも楽しみですね。はいえー、ぜひ、七レースにもご注目ください。えー、それでは、続きまして、展望レースその二です。第十二レースの長崎街道・境原宿。特選 C 一の一組の出走メンバーです。距離ダート千四百メートル、午後八時四十分発走サラブレット系三歳以上十二頭立てのフルゲート戦となっています。 それでは今村ささんの注目場を教えてくださいこちらです、はいえー、11番のテイエムファイターなんですけど、まあ、2戦目の前走でね、えーまあ、内容良かったですからね、まあ、ちょっと日程的に詰まるんですけども、うんまあ、馬体の感じからしてもこなせるとは思いますからね外枠もいいと思いますんで、まあ、相手関係を考えると、まあ、今回、えー、若干ね、えー、賞金カットで。 C19 に下がってますんで、まあ、緩和された感じにはなりますからね、えーまあ、ちょっと前奏以上っていうのもあって不思議ない感じはしますね、まあ、それから12番のリネンソングなんですけども、まあ、4連勝とね、えー、最近の調子は良さそうですから、まあ、ちょっとフルゲート戦の大外なんでねそこの辺りが位置取り的にどうかなっていう感じはしますけども上がりきっちり使ってくる分、まあ いいに食い込むとところではあると思いますけどね、まあ、それから3番のレッツゴーゲレイロ、まあ、この馬も B 級からの賞金カットで C1 に下がってるんですけども、うんまあ、状態的にはまだやれていい感じはしますけどどちらかというと展開に注文をつくタイプですから、まあ、道中うまく気分よくはまってくれるかどうかっていうところが課題にはなると思います、まあ、それから2番のきなコなんですけども、まあ、この馬も C1 に下がって では来ているんですけど、今回逃げ2番手っていうまあ、自分の競馬ができそうですからね。だから、そのあたりを考えると、前回よりはやれるんじゃないか？っていうところで、ちょっと上げてみたんですけどね。ありがとうございました。私もですね。きなこ非常に気になってるんですよね。c1、はい、になっての初戦ということ、さっき申し上げました。けれども、ええ、どうですかね？うんまあ、いければね。あとはペース次第なんで。まあ まだね調子は良さそうですからうん、うん、ちょっと楽しみなところではあるんですけどね、はい、注目していきたいと思います、はいえー、ありがとうございました12レースぜひご注目くださいさあ続いてはトラックマンの一押しのコーナーです解説者の皆さんに後半6レースから最も自信のあるレースを一つピックアップしてご紹介していただいています今村さんの日曜日の一押しレースはこちら 十レース三号馬ポストモダンということです。こちらはどうしてでしょうか。はい、移籍して二戦で連勝とね。内容もいいですし。 ま,あまだまだね伸,びしの伸びしろはあると思いますからねまあ今回、認定競争でねちょっとメンバー的にはだいぶ揃った感じはしますけどもうんまあ逃げて2番手でも構いませんしねまあこの枠ですからおそらく逃げになるとは思うんですけどうんまあ自分の競馬ができればまあまあまあ大丈夫だとは思うんですけどあとは流れですよね。 うん、えこのレースには、はい、キングサリーゴシュリーデイビーゴがありまして力もある馬なんじゃないかなと、はい、な気になってるんですけど、まあ、だから道中がね今までみたいにゆっくり自分のペースで行けない分、うん、速くなったときにどこまで踏みとどまれるかっていう感じなんですよね<ー>ポストモダンに関してはですね、はい、ただ2番のキングサリー8番のシュリーデイビーに関しては、まあ、経験している分、うん、その経験の差っていうのはあると思いますので。そうで まあこの二頭も有力馬の一角ですよねいや。これも気になるレースですねぜひ皆さんにも1レース注目していただきたいと思いますありがとうございましたそれでは続いて遠征馬情報に参ります10月8日木曜日に大井競馬場で行われる第17回レディスプレリュード JPN2 に佐賀競馬所属のアンバラージュ号が山口勲樹とのコンビで出走します そして先週お知らせしたひだまなと騎手が10月3日にデビューし10月4日日曜日には合計5クラに騎乗いたします、えー、そしてひだ騎手は今後こちらのこちらですねこの勝負服でレースに騎乗いたしますぜひご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします いろいろと楽しみなことが盛りだくさんですね,そうですねはい。はい、というわけで以上佐賀競馬パッカル情報局第234回10月4日日曜日レース展望でした佐賀競馬パッカル情報局次回の配信は10月10日土曜日10月11日日曜日の展望を10月9日金曜日の夕暮れ時に配信しますそれでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょうさようなら